はね、もうかかとを上げるだけ。皆さんちょっと座ってないで一緒に試しにやってみて、立って立って立ってやってみて。はい、はい、かかとを上げるとどこ覚えてる？ここ。そうなの、このウエストに効くのよ、うん、だけど動きづらいし、うん、虫が痛い。そうなの、本当はねこれだけで。今私結構柔らかくなってるので、ほら見て、ウエストこうキュッキュッ、くびれそうでしょ。くびれそう、はい、かかとを上げるだけでくびれが出てきてお腹もぺっちゃんこになるんだけど、ユナソンみたいにね、やっぱちょっと腰が痛いなとかうまく動かない人は、まずはねここの筋膜剥がし、スマプルをやってからやるとめちゃくちゃ動くようになって、終わる頃にはシュッとウエストがくびれてくるので、一緒にやってみましょう。はい、じゃあね、まずここ縮める、うん、伸ばすしたいんだけど、このね脇腹が硬いと動かないので、まずはねもう脇腹つまんで剥がしていきます、はい、横のお肉ねもうこっちにこう集めて、はい、つまんで、はい、もう今日はもう最初から上げちゃいます。はい、集めたら、うん、そのままする上に持ち上げながら反対側に体を倒していって、なくなっちゃって OK、はい、むぎゅっと潰さないで、はい、集める、優しく上に引き上げてなくなる、はい、集める、優しく上に引き上げて、もうつねらなくて OK で、もう一度この骨盤のね骨から剥がし取るように、うーん、はい、でもうちょっとこの肋骨の方ね、上の方も持ってスルスル、この側面ね、いろんなところを剥がしていきます。はーい、はーい、もうこれで OK。 はい、こっち側から伸ばしてみて。おお、気持ちいい。うん、気持ちいい、うん、じゃあ反対は。あ、全然伸びない。はい、これじゃあさ、さっきの動きやっても無駄だなと思うでしょ。確かに。はい、反対側も剥がします。骨盤の骨見つけて、そこから集めて集めて集めて、スルスルスル、はい、ここねぐいっと伸ばしていくように、集めたらギュッと潰さない、はい、優しく持ってスルスルスル、ただね上の方も優しく持ってスルスル、はい、集めてスルスル、はい、集めてスルスル、最後もう一回集めて、ふー、 OK。 じゃあもう一回こっちも、おー、気持ちいい、伸びてきた。すごい、うん、これだけでね、だいぶもうさっきより全然いい感じ、やりやすいでしょ、うん、あともうちょっとね、この背中側、腰の方が硬いとまた動かないので、うん、このね腰の腰方形筋っていう筋肉のところをやっていきます、はい、ウエストをキュッとくびれるようにこうやって持ってみると、はい、骨盤の上ね、うん、とグサッてこう刺してみると中に硬い筋肉があります、うん、そこが腰方形筋なので、はい、そこの部分のお肉をちょっとまたこう集める、なかなかここ持ちづらいんだけど、集めて集めて、つまみづらい、スルスル斜め前に倒していきます。はい、集める、斜め前に、集める、斜め前、硬い、集める、集めづらかったらね、ちょっとこうこっち寄せると集めやすくなります、はい、で斜め前、集める、斜め前、はい、もうどうにもつまめない人はちょっとこの間こうやってちょっとここの皮をずらしてお手当てしてください。それだけでも変わってきます、はい、お手当てしながら上にこうやって引き上げながら体を伸ばしていく、これでも OK、はい、つまめない人はこれでも大丈夫だからね、安心してください、はい、でそしたらやった方の腰が伸びるようにちょっとお腹を引っ込めて斜め前に伸ばしていくと今の場所が伸びた、伸びますね、はい、で反対側やってみると、あれ、あれ硬い、全然いかない、はい、そしたらまたそこを集めて集めて伸ばしていく、はい、もうつまめない人は手当てて、うん、こうズリズリってここの筋膜を上にぐーって引き上げながら体を倒していけば OK、はい、ポイントはお腹をちょっとね引っ込めながらやるといいです、うん、つまめる人は集めてつまんで上に、はい、つまんで上につまんで上に、つまめない人もねこのズリズリをやってるとだんだんつまめるようになってくるので、そしたらもう一回お腹を引っ込めながらぐーっと伸ばします。おー、気持ちいい。おー、伸びてきた。はい、
はーい、オッケー。で、実はこれね、前側も硬いと動きづらいので、この付け根ね、ここも伸ばします。はい。はい、ちょっと前に丸くなって、この足の上げると曲がるとこ。はい、ここね、鼠径部だけど、うん、ここの部分のお肉を、ちょっと痛いのよ、ここ。優しくね、本当に。つまめないよ。優しくこう、集める。はい、ここ折り曲げて優しくつまんで、そっと上に上げていきます。痛い。はい、集める。上げる。はい、優しくね、つまむ、はい、上げる、はい、つまむ、開いて、上げる、はい、はい、つまんで、優しくね、上げる。もうつまめなかったらここもこうこうこう、全然上げられない。スリ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 。そしたらそっちの足一歩後ろに引いて、はい、はい、同じ方の手をはーい上に伸ばします。と今ここ伸びるでしょ。伸びてる。はい、うー、そのままふー、こう伸ばして、ふー、ふー、なんかさ、もうこれだけでもお腹へこみそうじゃん。確かに。ふー、オッケー。ちなみに反対の足を下げてやってみるとここ痛いでしょ。伸びてないからもう伸びてるかもわからない。そう、痛くもない人も、あの、もうくっついちゃってるので、うん、先にスマップルします。はい、丸くなって伸ばす、はい、つまむ、伸ばす、はい、もう痛すぎたらスリスリしながら伸ばす、はい、スリスリ伸ばす、うん、つまめたら、はい、つまんで伸ばす、はい、優しくね、本当に優しくね、はい、全然優しくで効果あるから、あの、敵だと思って頑張らないように、はい、はい、で足後ろでふーっ、おー、おー、伸びたー、ふー、深呼吸、ふー、ふー、オッケー。前も横も後ろも今伸ばしたので、うん、はい、最初のかかと上げやってみて、うん、やりやすい、うん、みんなもね、すごいスムーズになったでしょ、うん、かかとを上げることで骨盤を上げて、ちょっとね、このウエストをこっち縮める、こっち伸ばす、うん、で逆っていう風に繰り返していきます、はい、これをじゃあ今から1分間一緒にやりましょう。疲れちゃったら休んでもいいから。オッケー。はい。はい、じゃあ1分間いきますよ。一緒に頑張ろう。よーい、スタート。はい。1、2、そう。頭の位置はね、なるべく同じままで、キュッキュッと骨盤を上げていきます。もちろんお腹も力入れるでしょ。そう。お腹できるだけ引っ込めて。で、なんかね、暇だなって人は、ちょっとこう、楽しくなるね。スピードはもう自分のね、できる範囲でいいので、はいはい、この方がなんかちょっと縮まる感じですよ。肘を下げながら、確かに。かかとを上げる。はい。熱くなってきた。で、手が疲れたらちょっと頭の上に置いて、うん、これも OK。はい。あ、はい、ちょっと伸び感がね、今度は上に上げると、確かに。伸びる感じが今度してくるので、うん、さらに効果が。疲れた。あ、ほんと。ね、もう疲れたらダラーン、でも OK、 かかとも上がってこない。はい、息を吐きながら、はい、あと5秒、うん、3、2、1、はーい、 OK、 熱い、イエーイ、イエーイ、一気にちょっとなんかドバーってなった、汁が出てきました、はい、お疲れ様でした。全然動きやすくなって、うん、今ちょっとスッと姿勢を良くしてみると、うん、なんかほら、お腹がへこんで、くびれが出てきましたね。結構ね、お尻の方も効いたかなと思います。お尻の筋肉も使うし、お腹のインナーマッスルも使ってるから、お尻上がる、お腹くびれるともういいことしかないので、筋膜が固まってなくて最初からね、痛くないよって人はもう1日1分、これだけでも OK なので、まずは1週間頑張ってやってみてください。はい。骨盤のね、左右差がある人も、この動きやってると、いつの間にかね、左右が整ってくるので、だんだんね、綺麗なウエスト、そして骨盤周りになっていきます。左右差があったよとか、感想、コメント待ってまーす。ミクと、ユナトと、一緒に頑張りましょう。ぐんぐーん、骨盤整えよう。ミク、公式 LINE がまたまたリニューアルしました。今回のリニューアルでは
YouTube は動画がたくさんあって何からやればいいのっていう方に、あなたに合った動画診断や今月のおすすめ動画も作りました。迷った時はこちらからやってみてください。そして長い動画は苦手というあなたには、みっこハッピーストレッチがおすすめ。1日1回このボタンをポチッと押してもらうと、1分から2分のね短い動画が送られてきます。この後がすごい。これね、やった後にこのスタンプカードにねポチッとハンコを押せるようになっています。スタンプを貯めると豪華商品ももらえます。実は豪華商品もねまたリニューアルしたので、前にやっていた方もぜひもう一度やってみてください。公式 LINE はこちらのボタンまたは概要欄からポチッと進めるので、無料ですからぜひやってみてください。